もちさん。休んでもしんどいけど、休まないともっとしんどいね。おはようございます。今次女送ってきて幼稚園にで帰ってきたばっかりなんですけど、今日は母に来てって言われていて待ち合わせをしているので、めっちゃダッシュで家汚いままなんですけれども、準備したいと思います。幼稚園の送りは 100% すっぴんで行ってるんで、帽子にマスクで、なのでそこから出かけるとなったらメイクをしてから出かける感じです。そうね、脱いだら脱ぎっぱなしなんで本当にもうどうなってんの。とりあえず時間がないのでメイクします。これはもう片付ける。それよいしょ。化粧水と毛穴防止して、これね、ほんと今スマートフォンのインカメで撮ってるんですけど、すごいね、リアル。いやーね、よいしょよいしょ。今日はちょっとね、子供たちの帰りが少しだけ遅いので、よいしょ、いつもより少しだけゆっくりできるんですが、母と一緒に入れるのも3、4時間一緒に入れるかな。ちょっと外に出ただけでもう鼻水がジュルジュルで、もう黄砂です。苦手な黄砂がものすごい舞い散ってて、鼻がもうやばい、えぐい。あららら、ママ友関係のご質問をいただく機会がすごくぐっと増えて、4月以降、小松さんはママ友さんいますかっていう風に。ママ友ってどの範囲がママ友なんやろ。一緒にランチ行くような仲の方います。10個ほど違うんですけど、すごく仲良くしてもらってて、習い事も一緒で、ありがたいことに、仲良く遊んでいただいている方はいます。あと本当にご挨拶したり、いろんなことを教えてもらったりする方をママ友って呼んでいいのであれば、ありがたいことに本当に優しい方がたくさんいらして、子供のママ友関係はもう全員年下なんですけど、おそらく仲良くしていただいてます。よくしていただいてるって言った方がいいかもしれないけど、ちょっと待って、近所のマダムとかは全員年上なんですけど、60代70代80代の方までいるんで、それママ友じゃないよね。近所のマダムでいいよね。だったらママ友は年上は一人もいません。年下のママさんなんですけどね、もうみんな本当にしっかりしてて、いろんなことを教えてもらって、うちの子がプリント忘れてきたりして、メールで明日の持ち物教えてなんて言ったら、ほいほいってすぐ教えてくれるような、助かる。どうやって友達になるんですかっていう風に聞いていただいたので、もう挨拶から始まる以外何もなくて、こんにちはとか言って、本当にもう月並みですけど、いい天気ですねぐらいからのノリで会話に広がっていくっていう感じだと思います。チークは練りチークっていうか、こういうリキッドタイプ使ってます。本来のほっぺたより少し高い位置に色味をほんわりつけてます。だいたいメイクは平均、15分ぐらいで済ませます。でもちょっとなんかちょっとお出かけとか牙ってするときは結構時間かかります。これ前回ドンキで買ったやつ、初めて使います。あ、結構なオレンジドーン乗ってしまった、やば。めっちゃ発色いいです、この500円の猫ちゃんパレット。なんか昔はね、本当にあゆ全盛期とかは本当アイメイク命みたいなぐらい塗ってたんですよね。もうひじきぐらいのまつげもしてたし、今はもう本当にミニマムなメイクが流行ってるから、それを取り入れないと時代出るなと思うから気をつけてる場所なんですけど、あと眉毛ですね、アムラーに憧れて抜きすぎて本当になくって、一応アートメイクしてるんですけど、それももう20年以上前のことなんで消えてきてるし、やり直そうかなと思うんですけど、そこまでの気力がなくって、それだったら他のことを先にしたいってことが山のようにあって、全然いけてなくって、海上がってきたらマジで別人になった。しかも眉毛を金髪に染めてるんで、新宿スワンに出てきそうな感じ。これドンキで買ってきたのアイシャドウグローか、ツヤが出るやつ、ちょっと今日初めて使ってみます。わわ、確かに塗った瞬間は濡れたようなまぶたに仕上がってます。これでもこのままやったら酔える感じがしますね。まぶたの二重のこのラインに色味がたまる気がします。こういう感じのシアーな感じだから、シャドウが少しよれやすくはなるけれども、濡れた感じは実現するけれども、ちょっと乾く。このままのテラテラの感じではないです。これ長年使って資生堂のピューラめっちゃ上がるんで大好きです。これ
時間ないからいつも火で炙るんですけど、今日はもう食でいきます。よいしょ。緑に髪の毛が、これも前回ドンキで買ってきたオルビスのヘアミルク、これめっちゃ現在使ってますっていう視聴者様から良かったですよっていうコメントをいただいて、今日初めて使うのめちゃ楽しみで、オイルに混ぜて使った方がいいですよっていうアドバイスもいただいたんで、オイルと混ぜようと思います。量がないとものすごい量、見てこのフォーキみたいな。あ、でも匂いも滑りもめっちゃいい。もう簡単なアレンジします。ね、ゴム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 、どこ行った？ゴム前後、あれ、ゴムどこ行った？こうやって部屋ちょっとあちらこちらでゴムしてる。ゴムが行くぐらい、え、ほんとどこ？やだね、ほんとに。今日はシリコンゴムでやっていきます。見えるかな。もう寝癖があってもなんじゃ関係ない、パパッとできるんで、こんな感じでちょっとこうして折りたたんでくくるだけなんで、すごく楽ちんです。いやだ、もう本当に、もうよ、めっちゃ全身黒い、今日どうしようと思ったんで、靴下はビーバップのトールちゃんみたいに真っ赤の靴下履きました。メガネ、メガネ、これ着て、よいしょ。あらららあらららら、じゃあ行ってきます。ただいまです。子供たち迎えに行って、スーパー寄って帰ってきて、豚の細切れを今買ってきて、これでもう簡単飯しようと思います。美味しそうなほうれん草も買ってきました。さあ、ご飯作ります。早炊きで、早く片栗粉がないかも。片栗粉、パパ買ってきてくれー。どうしましょうか。片栗粉はないわ。この間の唐揚げで全部買った。電話しよう。ちょっともう片栗粉ないんで、夫に頼んだんで買ってきてもらって、それまでにお味噌汁とほうれん草のおひたしと、何作ろう。そんなぐらい？うん。もう簡単に、今日はもう。出かけた後ってもうめっちゃしんどい。私ほんま使い物にならんくって、めちゃしんどい。今日はしんどい、歩いたから。え、54+7やろ。なんぼ、なんで間違えてる言うたよ。4+7は何でしょ。じゃあなんでる62になる。おかえり。家族引っ張ってきたね。ありがとうございます。ちょっと、安すぎたかな。え、あ、Thank you, thank you, thank you. ありがとう。なあ。え、何？いや、今日、ごめん。何？シース50%オフやったから買っちゃった。え？はぁ？お寿司コーナーの前通ったらさ、50%オフになってたわけよ。これ買いやろって思って。え？半額や、半額、めちゃくちゃお得やん。どうも、ママ作ってんのにお寿司買ってきてんで、どうぞ。あ、いや、めっちゃ欲しい。え、さあ、ほんじゃ豚玉丼作ろう。めっちゃ美味しそうやん、豚玉丼。大盛りにしたのだ、今日。豚肉をアイラップに入れて、片栗粉をまぶし、塩コショウ、
何？気合いや。気合いやな。子供用のいり卵作ります。みりん、ダルビッシュ、お醤油、ダルビッシュ、オイスターソース、ダルビッシュ。ごまかけていい人。はい。はい。大人用の豚玉丼出来上がり。はい、運んでください。はい、子供は、生卵ちょっと怖いんで、いり卵にしてます。二色丼みたいになってます。はい、どうぞーい。うわ、めっちゃうまそうやん。なにこれ。ね、ネギもちょ、上がいいな、俺。ほんで上からいって。これは、トマトとキュウリのごま、油、塩、昆布、あえ。ほうれん草の、こう、おひたしっていうんかね。おひたし、おひたし、おひたしや、おひたし。それ。せーの、えさん、はい。いただきまーす。ちょっとみんなお寿司から行くじゃん。ショックなんだけど。ほんまや。だってお寿司大好きなの。食べ。拭きますから。大丈夫、熱い、大丈夫。あ、やめてこう。置いとこう。これめっちゃ美味しそうやん、これ。豚丼？うん。豚スタ丼やな、これ。スタって何？スタミナの？スタミナ。ニンニク入ってる？入ってないよ。そうなの。うん。おいしい。お寿司ばっかり食べてるやん。今日幼稚園でお野菜食べれた？食べれなかった。のこさん。え？マジ？一口食べた？今日何やったん、お野菜。肉詰め？ピーマンの？うん。あー。ピーマン食べた？お肉だけ食べたってこと？ちょっとずつな、うん、ちょっとずつ食べていったり。これニンニク入れたらめっちゃいいのに。お子供いるから。あ、まあまあ。お寿司食べていい？いくらはダメ。わかった。じゃあパパはアナゴさん言うと思った。マジで言うと思ってんの？だってアナゴしかなかったの。いいやん、パパ寿司買ってきて一個だけ。ちょっとおかわり。お、大中小。小。大。小。そう。だってさっき超大やったもん。大ね、ママ。なんでやねん、超やって。お疲れ様でした。お腹いっぱい。お疲れ様でした。はい。すごいやん。ちょっと待って。完食だわ。食べて。なん。食べる？いらん？ねえ、お風呂入ってきて。ちょっと待って、かけるのはそこ。行こうか。俺行く？はいはい。よし、お風呂行こう、お風呂行こう。こんばんは。今日は珍しくですね、娘たちが夫と一緒に寝てくれて、寝かしつけをしなかった日ということで、時間があったので、さっきネイル塗ったばっかりなんですけど、お風呂入ったらもうあげた。今髪の毛ほんとびっちゃびちゃの上がりたてなんですけれども、ドンキで以前買ってきたダブのオイルと、ドンキで買ってきたオルビスのヘアミルク、これをコメントで、濡れ髪でオイルと混ぜて使ったらめっちゃいいですよって風にお聞きしたので、使ってみようと思います。何この匂い、なんかスンマイ匂いします。ツーンとくる匂い。あ、オルビスの匂いも優しい。乾いた時には使ったことあったんですけど、濡れた時に使うのは初めてですけど、教えていただいた時にやってみようと思います。丁寧。どうした？あれ、あ、ごめん、なんか取ってた。いや、いいわ。あれ、どうした？こう見てくるわ。なんか買ってきてほしいな。あれない。まあまあ、いてるわ。今ユーティーみたいな部屋回りしてる。部屋回り取っていくから。行ってくるわ。鍵持ってって、鍵持ってってよ、うん、え、やめーやそれ。ええ、ミッキーマウスの休日みたいな話してる。ちょ、楽やん。そうやろ、うん、かかと出てない。え、出てるやん。いや足元だけみたいなギャルやって、気にしすらギャル。ちょっと膝こそ恥ずかしいじゃん。なあ、影に持っていてよ、うん、気をつけて、はい、とりあえず私髪だけ乾かすし、はい、
何買ってきてくれたん？ロケツ。ありがとう。レモン。ありがとう。飲む？いや、今ネイルしてるから、どれにするの？これ飲むで。どうぞ。ボタンでガレージ見なあかん。私だってベーバーの愛のハイエナ見なあかんで。何愛のハイエナ？山本裕介が。あ、あれめっちゃおもろい。俺あの大阪のやつまだ見てないもんじゃん。そうやろ。第3弾見た。まだ見てない。今日見るは軍神やろ。面白い。軍神のファンやから。軍神面白いやん。見てくるわ。いい、ちょっと待って。その質問いただいてんねんって。見ていい？美味しそう。いや、俺、公園一緒に行ったりする。夜に出かけることもたまに、年に何回かライブ行ったり、同窓会行ったりした時は、夜で、出る時もあるんですけれども、そんな普段夜に出かけるってことがなくなって、昼間のランチとかにお友達と行く時は、あの、夫が休みの日にセッティングして、行くよね。そんな感じであります。まあ、でも俺別に公園行ったり、まあみんなでご飯行ったりとかで、別にわちゃわちゃやってるから、公園で遊ぶやんか、うん、遊んでる時はもう無心に遊んでんねんけど、2、3時間後ぐらいに必ず、ママはって聞かれる。ママに会いたいってなる。かわいいなぁ。パパが出かけた時に別にパパはって言わへん。嘘で仕事やもん。ほんません。その方の旦那さんも毎日開けんねんて。ああ。毎日は飲まへん。毎日飲んでるね、でも最近。結果毎日やねんけど、うん、基本毎日は別にいいねん。どれぐらい飲んでるかって言われたら。いや、向こう一本一本。でも昨日はシンクに2本あったで。だから俺、あったら飲んでしまうねん。そう、だから買いだめしないんです。だから自分で買ってくるか、1本ずつぐらいしかもうすごい飲むんで。だからその友達とかもさ、なんかケース買いしてる人もいたり、いるってなったら、うん、俺あれあかんねん。あ、なん、言ってまうねん。だから俺そんなん絶対あかんって思って買ってない、うん、休んでもしんどいね最近。そう、多いやん。休んでもしんどいけど、休まないともっとしんどいね。ちょっと待って、携帯の充電がないわ。あの、最後まで見てくださりありがとうございます。どうもありがとう。あ、ついてる？え、ついてない。いや、もうついてる。網目ついてる。いや、中指立てんだよ。なんなん、じゃあ、私、初めて知ってんけど、下の歯にも銀歯あるな。上の方だけじゃなくて、銀歯だけの感じで。銀歯言うよ。すいません、脱線しました。おやすみなさいませ。ありがとうございました。ね、画面が手になんねんけど、私。